こんばんは、五十嵐レイです。今週の日曜日は日経新春杯が開催されます。でいつもはね、京都で開催されているこの真冬のハンデ重賞と言われている、ね、日経新春杯なんですが、今年はね、京都競馬場がちょっと改修工事のために中京競馬場で開催されます。なのでちょっとね、過去のデータとかもちょっとなかなかね、ちょっと当てにしづらいなというところもありますし、まあね、さらにハンデ競争のためにね、予想もねするのもまた難しいところではあるんですが、でもね、今週もやっぱりね、楽しみながら予想していけたらいいなと思います。では今週もよろしくお願いします。それではまず本命に選びましたのはサンレイポケットです。いつもね、この子はもうね、名前にレイが入ってるっていうことでね、毎回応援しているんですが、でも実はですね、この子は中京競馬場では2戦2勝という成績を持っているので、コース適性はねもうバッチリなんですよね。で今年は京都競馬場ではなく中京競馬場が舞台ということで、多分ねとってもラッキーなんだと思うんですよ、この子にとって。で今回ね、これ4度目の重賞への挑戦となるんですが、今回はね、やっぱハンデ戦でもありますし、ちょっとここは大きなチャンスなのではないかなと私は思っています。で鞍上にも相性バッチリのね、荻野騎手が予定されておりますので、ここはもうね、人馬ともに重賞初制覇というのを期待しております。そして次は相手をさらっと紹介していきたいと思います。まずこのメンバーの中ではもうね、能力上位ですよね。はい、それはアドマイアビルゴです。ちょっと今回おそらく一番人気になりそうではありますが、このレースではね、ちょっとね、一番人気は7連対しているということもありますので、これはね、期待してみてもいいのではないかと思います。そして次に選んだのが、先週は妹のタイニーロマンスちゃんがね、頑張っていましたね。それはダイワキャグニーです。今回ちょっとね、距離が長くなるっていうことで人気が落ちちゃうのかなって思うんですが、でもね、強い子たちと戦ってきて今までね、でさらにね、左回りも得意なので楽しみだなと思います。で次に選んだのが、はい、そしてこの子もね、実力馬ですよね、ベロックスです。前走は10ヶ月もの休み明けで3着ね、すごいですよね。で今回もそのね、3着だった時と同じ中京競馬場というのは期待したいですね。で次に選んだのが、金庫賞ではこの中京競馬場でサートルナーリアの2着だった経験があります、里のソルタスです。この子ね、ちょっと前走からね、馬体がもうちょっとね、絞れていたらさらに期待できるなと思っております。で次に選んだのが、ハンデ51キロを味方につけて頑張ってもらいたい、レイホーロマンスです。はい、ね、この子もいつも応援していますのでね、ちょっと頑張ってもらいたいです。はい、ということで相手には5頭選ばせていただきました。それでは今回は本命に選んだサンレイポケットを三連複の一等軸の軸馬にしたいと思います。で相手が5頭の三連複、合計10点で的中を狙いたいと思います。今週は京成杯の予想と、あと愛知杯の予想動画も公開しておりますので、お時間がございましたらぜひご覧ください。で今週このね、日経新春杯も合わせて3つチャレンジしていますので、はい、とっても緊張しますが楽しみでございます。そしてですね、なんと今週はちょっとお正月の特別企画といたしまして、このね、競馬予想の動画ではいつも私が収録して、でこのチャンネルのスタッフさんが編集をしてくれて、で配信してもらうっていう形で皆様にご覧いただける状態になるっていう感じの流れで作られているんですけれども、なんとこの特別企画としまして、収録から編集まで全部私が一人でやってみた動画が公開されております。そちらはですね、ちょっと競馬予想の動画とはちょっと違う感じで、ちょっとというかだいぶ違う感じなんですけど、はい、お料理をしてみました。は
はい、ちょっとあの今週じゃない今年はね、ちょっと金牌の動画がね自宅で収録になってしまったので、何か面白いことができないかなって思って思いついたんですけど、はい、ちょっとやってみましたので、ぜひそちらもご覧ください。はい、ということで今週はね、ちょっと3つレースありますが、皆様も予想頑張ってください。私は、はい、今週も頑張りましたので、はい、皆様の予想も楽しみにしております。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐玲でした。今週もありがとうございました。